さて、広島に来てるわけだけども、広島といえばこれですね。コプ弁。ポプラの弁当です。ポプラはね、ご飯をその場でね、詰めてくれるんですよね。で、しかも大盛りまで値段が変わらないっていうんで、大盛りにしました。ちなみに、プラス50円でね、特盛りっていうのがあるんだけども、あれはね、やめた方がいいね。一度やったことがあるんだけども、顎が疲れる。 なんとねこの酒、ふりかけと醤油もついてるのでどうかな大盛りどのぐらいだろうあ大盛りも結構な量があるかな特盛りはねもっとすごいことになるからねということで今日はねポブペンを堪能しますで秋田方の石丸市長なんだけども今いるここは吉田町かなここで聞いたらねなんかあんまし触れてはいけないみたいな感じの対応でしたねで 高田町でね聞いてみるとですねと自分は応援してるでもね周りの人はねあの応援しててもちょっと表向きには言えないみたいなそんな雰囲気だっていうふうにね言ってましたただ次ね市長出たら絶対当選するって言ってましたよ、うん、まあみんな表立ってはあの石丸さん支持とは言いにくいんだけどもあの心の中ではね実は応援してる人が多いんでうん まあそこ表と裏とあるんじゃないかなっていうところですね。ということで今日はね、まあ、とりあえずあのポ,ポップ弁を食べて明日の取材に備えようと思います。